小野田さん、29日、肉の日ですね。よろしくお願いします。多分電車で行きますんで、電車っすね。<laughs> まあ東京オリンピックもありますし、多分首都高とか、今、規制あるんじゃないですか。あの電車で行って、どうしようかな、時間帯いつ、何時でもいいって言ってたんで、まあ、あの、まあ、僕は僕の R34 マガジンでの久保さん宛ての鉄郎みたいな、なんか動画撮って、まあ、そこで僕が聞きたいのは、 対談でで聞きたいのは、まあ、僕もストーリーリ持ってるんですよね何かっていうとあの、まあ、小野田さんの塾生だったと思うんですけど小坂く君ね小坂く君とあのセミナーをやったんですよあのカメラ転売の,、うん、でその出版記念セミナーで大阪だったかなで小坂く君にゲストで出演してもらってカメラ転売の話をしてくれたんですよでそれを映像販売したんですね で映像販売してでその映像を買ってくれた人があの、まあ、斉藤先生って今よって呼んでるんですけどその映像セミナー映像を買ってカメラ転売始めたんですよでその子その斉藤さんはあのコンビニの深夜で働いてて収録で働いてて音楽やってるんですけどもあの、まあ、ずっとそのカメラ転売の映像をずっと見てくれて でえー、この前報告もらってあのコンビニの、ね、収入を超えましたみたいなでずっと10万ぐらいをずっと10万以上利益出していってでこの前20万超えてっていう,もうなんかコンビニ辞めちゃえばいいんですかやめちゃえばいいんじゃないですかみたいな話もしてたんですけどただ別にコンビニ嫌いじゃないしっていうことでだそういうちょっとヒストリーがあるので、まあ、僕はまあ なんだろうなそこの話はちょっとしたいなとはネタ的にはね、まあ、くその久保さんへのえドッキリプラス、えーまあ、思考の話と、まあ、カメラ転売の話をちょっとしたいなだから三段構成ですねドッキリ思考は実現化するの話からのカメラ転売のここら辺を揉んで話したいなと思います うんでまあ、あとは、まあ、その小野沢さんも何本か撮りたいっていうことを言ってたんで、まあ、僕は R34 マガジンの,その1本撮れればいいので、まあ、別にその小野沢さんのチャンネルで使いたいものがあるんだったら逆に、ね、ああのインタビューアーのプロが、ね、インタビューアーの100億ぐらいの売り上げを作,作ったというか100億の経験したインタビューアーが僕をインタビューするみたいな、ね、もうインタビューアーのプロですからね。 <laughs> なんでまあそれは,それはまあ小野沢さんのチャンネルで使うんであるならばまあ別に僕がそのインタビュー受けてでなんかその小野沢さんに聞いたものをこう話していくっていうあのをってもいいんでそこはまあ交互にね取り合いしてもいいと思うんで僕の R4 マガジンの取りたいのはその,その絵面ですねはいだからカメラ転売の,その話はちょっと聞きたいかなとまあ結局その斎藤そ,その今 そのドリームアカデミアやってるんですけどそこにその斎藤さんがそのカメラ転売の今やってるノウハウを提供してくれてるんですよだから結局その一番の元は小野里さんなんで <laughs> <laughs> そう多分斎藤さんも聞きたいと思いますしうんそうまあ小迫君もちょっと時間空きましたけどなんかね 半年以上前かな。まあメッセージもらって、なんかノートでなんか稼げる方法を編み出したんで、吉谷さん講義提供しますみたいな感じで、まあそれでノートの稼ぎ方みたいな。それちょっと提供してもらったんですけど、うん。まあ小坂くんはね、まあインスタで繋がってるんで、たまにストーリーで投稿されるんですけど、多分バイオプかなんか投資今やってると思うんですよね。 うん、もともと FX というか投資も同時しせ変更かなんかでやってたような気がするんですけど、うんまあ、そんな感じですね。はいまあ、ちょっと29日、多分、あのーまあ、動画いっぱい撮るんであるならば、多分お昼ぐらいから行った方がいいかなとは思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、13時ぐらいですかね、はい。13時ぐらいにそっちにお伺いできるようにちょっと向かいますんで。 まあ13時、14時でいいですか。そのあたりで。ま,あ、また当日、ちょっとまた連絡しますんで。それでお願いします。はいまあ多分ね、久保さんもね、めちゃくちゃびっくりするんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> あれみたいな。いつの間にみたいな。<laughs> <笑><笑>いつの間にみたいな。<laughs> <う> <laughs> うん、はい、まあ。ということで。 まあ、あのカスタムサムネイルもイメージしてる,してるんで、あの、まあ、いいや <laughs>、はい。ということで、29日よろしくお願いします。はい、ではまた、あのー、お会いしましょう。では。